レイク。パス。そうだ、彼女だ。爆発したんじゃ。爆弾は摘出しただろう。二つとも。爆弾。おいおいおい、大丈夫だ。もう一つ。大丈夫だ、摘出した。もう一つ。査察は君が帰る頃には終わってる。そっちは任せる。 IAEA の連中、僕たちを平和の守護者だと思って帰っていくよ。じゃあ。何かおかしい。もう一度やろう。ボス。それで海面に激突にもかかわらず命は助かった。だがその時のショックで記憶をなくした。スネーク、ガルベス先生はどこにいるの？まさか。パスは1974年に生きている。それ以前の記憶も KGB やサイファーのことは完全に欠落している。 DD の一種って話だ。自分を守るために記憶を封じる乖離性健忘、さらに人格すら変わってしまう乖離性同一性障害。彼女はその中間あたりだろう。彼女は自分を1974年の女子学生だと信じ込んでいる。この前の平和の日のイベント楽しかったわね。記憶と矛盾するような言葉は聞こえていないんだ。医者によると演技ではないらしい。記憶が戻ればサイファーについて聞き出せるんだが。少し前に回収したあの頃の仲間が持っていた写真だ。見せたら記憶が戻るかとも思ったが。他にも何か持ってないか？何か見せてくれるの、スネーク？任せた。好きにしてくれ。スネーク、何か見せてくれるの？また来てね、
スネーク。この前撮った写真、いい写真ね。ちょっと恥ずかしいけど、平和な雰囲気が気に入ってるの。平和の日、楽しかったね。ちょっと音程外しちゃったけど、みんなも楽しんでくれたみたいだし。またああいうイベントやろうよ、スネーク。ごめんね、スネーク。少し頭が痛いの。少し休ませて。スネーク、何か見せてくれるの？ガルベス先生はこの楽器も弾いたんだよね、平和の日に。ビミョーンって面白い音の楽器だったね。ソ連の楽器なんだって。でもみんな面白がってたよね。音楽に国境はないって先生も言ってたんだ。ガルベス先生、なんでいないのかな。なんか疲れちゃった。少し横になるね。これ、誰が撮ったの？ストレンジラブ博士？サンオイルを塗ってくれた時かしら。やだ、思い出しちゃった。でも、ちょっと変わった人だけど、悪い人じゃなかったよね。またここに遊びに来ればいいのに。ごめんね、スネーク。少し頭が痛いの。少し休ませて。かわいい。ニュークどこに行っちゃったのかな。マザーベースのアイドルなんだから勝手にいなくなっちゃ困るのに。知ってる？ミラーさんも隠れてニュークに餌あげてたんだよ。にゃー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 、ニューク。はあ、なんか疲れちゃった。少し横になるね。ガジョピント。セシールに教えてあげたのよね、作り方。飲み込みが早くてびっくりしちゃった。やっぱりパリジェンヌは料理も得意なのかしら。そういえば、セシールとアマンダはどこにいるの？ごめんね、スネーク。少し頭が痛いの。少し…
休ませて。スネーク、最近パスの様子がおかしい。以前は会話ぐらいできた。彼女の記憶と矛盾しない限りはな。今は何を言っても上の空だ。何があった？さあな。だがミラーがスカルフェイスが死んだと伝えたようだ。彼女にとっても最も報復すべき相手だったが、だが平和の使者が誰かの死に祝杯をあげはしないだろう。それとこれを見てくれ。見るんだ。傷が開いてる。ああ、完全に癒着した傷がまた。なぜだ？メディックもわからないと言っている。彼女が自分で自分を傷つけているとしか。今日はどうしたの、スネーク。スネーク、何か見せてくれるの？今日はどうしたの、スネーク。
何してるの、スネーク。スネーク、何か見せてくれるの？お誕生日会、毎月してるんだよね。ミラーさん、おかしかった。今月のお誕生日会はいつ？先月は、あれ？思い出せない。あれは確か、私は、思い出せない。でも、平和の使者、女子学生で。ごめんね、スネーク。少し頭が痛いの。少し休ませて。